皆さんこんにちは。選挙用品 .com 田村亮です。必勝選挙チャンネル始めたいと思いますが、今日のテーマは、プラスアルファするための一手間をかける方法ということについてお伝えしていきたいというふうに思います。この一手間とかですね、このプラスアルファというものを意識するというのはですね、選挙運動、政治活動のですね、質に関わる重要な行為だったりします。非常にですね、ボリュームも多いですしですね、いろんな方と例えば握手をするというふうな部分においてはですね、やっぱりその雑になってしまうというかですね、ある程度手順を省略してしまうというふうなこともあるんですけれども、こういう時こそですね、意識をしてですね、丁寧にする、プラスアルファを心がけるというふうなことをするとですね、相手の心をぐっと引き寄せることができるわけです。で、多くの有権者はですね、実はですね、政治家がですね、忙しい。特にですね、選挙の期間中はですね、いろいろバタバタして忙しいというふうなことはですね、一般常識としてはですね、なんとなく知ってるわけなんですね。その忙しいというのを知っていながら、いろいろ対応してくるわけなんですけども、それはある種当たり前というふうな捉え方を、一般の市民の方はするかもしれませんけれども、そこでですね、何か一手間をかけてくれる。例えばですね、手袋をしていたんですけれども、握手をするときに手袋を外して、素手で握手をしようとするこの姿勢とかですね、こういうものとか、あとはですね、選挙カーで、遠くで目を合ってですね、いきなり選挙カーが止まったと。で、そこからですね、候補者が走ってきてですね、握手を求めてきたと。で、こういうふうなことをされるとですね、これはですね、やりすぎだよとか、いろいろですね、意見はあるかもしれないんですけれども、一つの心理としては、候補者が忙しいというのは知っているけれども、私のためにこの手間をかけて、ここまで丁寧に接してくれるというふうな部分でですね、少なからず印象に残るわけなんですね。これはですね、ただ、例えば、選挙カーで目があったからといって、挨拶をして手を振って通り過ぎた。これは、ある種普通の行為かもしれません。でもですね、記憶に残るというふうなレベルで考えると、じゃあそこで止まって、わざわざ車を降りてですね、走ってそこの距離までですね、移動してですね、そして手袋を取って握手をして、で、ありがとうございました、一声かけてですね、で、去っていく。もうたったそれだけのことなんですけれども、これがですね、相手の一人に対して、とてもですね、深い印象というのを与えることができるわけです。逆にその印象をですね、覆すにはですね、長い時間をかけたら、いつの間にか忘れてしまうというのは当然あるんですけれども、例えばそれを上回ることをしてもらわない限りはですね、やっぱりその人の印象にとっては、あなたのその行動というのが残っていくわけなんですね。こういうふうなことでですね、先ほども言いましたけれども、手袋の時は、手袋を外して握手を求めるとかですね、多少遠くてもですね、そこを止めてやっていくというふうなことをするとですね、忙しいのにとかですね、みんなにやんなきゃいけないのに、なんで私にだけこんなのやってくれるんだろう、この人はすごいなというふうにですね、思ってもらえるというふうな部分がですね、やはりその投票所にその方が行った時に、何かですね、その用紙にですね、名前を書いてくる時に、あ、この人ということで名前を思い浮かべていただけるのかもしれません。こういうふうにですね、一手間をかけるというふうな部分がですね、実はですね、同じことをやっているけども、異なる結果を生んでしまうというふうな結果にもなります。例えばポスティングをするというふうな部分もですね、この前の動画でもいろいろ撮らせていただいてはいるんですけれども、ただ配るという部分とですね、何か一手間をかけるということを意識しながら配る。例えばですね、ビラの中にですね、大変なことではあるんですけれども、一筆手書きで何か文字を書いてみるとかですね、あとはですね、2回目はですね、こう名刺をですね、添えてですね、名刺に何かコメントを書いて入れてみるとかですね、そういうふうにですね、いろいろ実証実験を やりながらですね、皆さんにですね、アピールというかですね、普段接していけるといいのかなと。で、やはりですね、この政治家というのはですね、これが一つのですね、サービス精神とかいう言い方もあるとは思うんですけれども、これもですね、仕事のうちというかですね、やっぱり業務上ですね、いろんな方とですね、円滑に、有効的に進めなきゃいけないという人間関係ありますので、やっていかなきゃいけない部分なのかなというふうに思いますので、これは選挙の時だけにもちろんとどまりません。普段のですね、こういう姿勢がですね、この人の政治に対するその姿勢やですね、仕事の姿勢という部分で、高評価を与えるということは非常に多くありますので、やっておいて損はないのかなというふうに思います。あとはですね、そこでですね、丁寧にやりすぎてしまって、時間の調整ができなくて、今日の工程、うまく処理できなかったなというふうなですね、反省もまたあるとは思うんですけれども、でもですね、そういう時はですね、じゃあ、あそこでですね、丁寧にやらなかったら、これがうまくいったかもしれない、このスケジュールはちゃんとできたかもしれないけれども、果たしてどっちの方が自分が当選するのに近い道なんだろうか、自分らしい選択だったんだろうかというふうなことを振り返っていただければ、おのずとですね、やるべきこと
というのは見えてくるのかなというふうに思いました。本日は以上になります。必勝選挙チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。